店頭に並ぶ、リヤ肉トニク肉リは、奈良県で生産され、地形肉の日本農林規格を満たしている地鶏である。戦前、京阪神で肉質が良いと名声を博したマトかしわの味を復活させるため、1974年に奈良県畜産試験場が研究に着手。試行錯誤の末、大型車も名古屋種、ニューハンプシャー種を掛け合わせた3種後輩の地鶏、 大和肉鶏を作り出し1982年に本格流通を開始して奈良県を代表する特産品となった。赤身を帯びた肉はたたき、塩焼き、鍋物、しゃぶしゃぶ、すき焼き、焼き鳥など、また、小肉から内臓、柄まで和洋中、幅広い料理に利用できる。肥沃な土地が明けた奈良県内の平坦部は、 資料となる雑穀が豊富にあり、農家の副業としての小規模養鶏が盛んで、古くから自害の鳥をさばいて作る、柏のすき焼きが、お祝いや祭礼など晴れの機会のごちそうであった。ブロイラーが普及した現代と異なり、明治から戦前にかけて、市販の鶏肉は牛肉より、はるかに高価な食材だった。先代の大和肉鳥は、戦前、 名古屋高知にロードアイランドレッドを交配して、作出された大型のニクランケ用種で、県の奨励形種とされていた。奈良県官業家の奈良県の副業の記録によると、奈良県下で飼育されていた鶏は、青金、ひな合わせて、1907年に155,245羽、1924年に354,257羽であった。1917年に、 四季軍養鶏研究会が設立されたのを皮切りに各地に養鶏組合ができ、1925年には県下で39組合を数えた。大正末期から昭和初期にかけ、奈良県では農村強行対策の一環として養鶏が奨励されて、大和肉鳥の飼育が盛んになり、戦前は愛知県、徳島県と並んで、 日本三大養鶏地と呼ばれるまでになった。生産の中心地は、添上郡平和村で、1934年に、奈良県産業組合連合会が、氷山深城を設置して、大和肉鳥のすびなを供給した。また、1939年には、生駒郡、矢田村に有料手段を採集し品種改良を図る、直営種形場ができた。 農家の納屋を利用し稲藁を敷いた平海で、トウモロコシと乾燥ニシンを主とする高タンパク高カロリー飼料により飼育された。鳥屋、または、ボテフリと呼ばれる、産地中外人が農家を回って収穫し、生鳥のまま竹籠に詰めて、国鉄関西本線の山和小泉駅から、京阪神へ出荷された。京都、大阪には直販所が設けられ、京都では、 柏料理の大半に大和柏が使われていた。また、大阪の阪急百貨店では、大食堂のチキンカレーが名物料理となり、桜の燻製チキンをはじめとする加工品も製造を販売されていた。1941年には、鳥飼育農家数3万8千0 0個、祭壇鳥飼育派数26万4千は、羽、肉用鳥年間出荷派数は169万羽に達した。 しかし、終戦直後の飼料の配給統制により生産が著しく衰退したことに加えて、1960年以後、大量生産が可能で安価なブロイラーが急速に普及したため、飼育に手間のかかる大和柏は姿を消した。1970年頃から、昔ながらの懐かしい大和柏の味を望む声が高まり、1974年に、 奈良県畜産試験場は、大和かしわの復活と県内の肉用鳥生産農家の育成を目的として、5か年計画で各種の軽種を使って、交配試験に着手した。その結果、名古屋種のオスとニューハンプシャー種のメスから生まれたメス鳥に、大型シャモのオスを掛け合わせた三種交配の新品種、大和肉鳥を作出した。作出に使われた原始系は、 同試験場で育成された純水種の大型車も純水種の名古屋種そして昭和20年代から同試験場が純水繁殖してきたニューハンプシャー種である。1979年から県内の農家で飼育試験を開始し、1982年に生産者、孵化業者、処理、販売業者及び飼料業者を統合した大和肉取り普及協会が発足して、 本格的に山戸肉取りの生産・販売が始まった。1992年、生産農家により山戸肉取り農業共同組合が結成された。1998年に奈良特産品振興協会の奈良特産品ブランドに認定され、2007年には地域団体商標に登録されたことにより、ブランド自撮りとして定着した。 奈良県畜産技術センターから供給された主計を使って奈良県内唯一の民間孵化場である竹内フラン場がすべてのヤマトニクトリの有料ヒナを生産し生産者に供給しているヤマトニクトリ農業共同組合が生産から流通まで一元管理しヤマトニクトリ使用生産管理ガイドラインに基づいて動物性由来の原料を使用しない 組合指定専用配合飼料を与え、ブロイラーの約2倍に当たる108回以上をかけて飼育するなど、統一的な使用管理によってブランドを確立している。大量飼育のブロイラーと異なって飼育密度を低くしなければならない上、倍以上の飼育日数をかけるための飼料も必要となり、生産コストはかさむ。また、ヤマト肉鳥はシャモの血が混ざっているので気象が激しく、 飼育には最新の注意が必要である。さらに、鶏舎の温度や照明、換気を適切に管理し、木のチップを敷いて、床の清潔と乾燥を常に保つなど、相当の手間をかけて飼育される。2011年からは、食欲増進と品質向上のため、飼料に米を10%配合して与えている。2013年11月、奈良市の旅館。 奈良万葉は格差の宿三笠で大和肉鶏から揚げにブラジル産や京都産の鶏肉を使用した食材偽造が発覚し生産者が大切に育ててきたブランドイメージに傷をつけられた大和肉鶏農業共同組合は飲食店や小売店でのトレーサビリティを確立することにより大和肉鶏を安心・安全に提供できるようにして消費者の信頼確保を図り ブランドイメージの維持、普及促進に取り組んでいる。小トール、70年の歴史と伝統山と肉鳥の復活、月報、畜産の情報独立行政法人の畜産業、振興機構2001年3月。ありがとうございます。